へーちゃん。この中にあのちょっと AV 見るな運動みたいなのがやっぱあるようで。そうなんですか。いや、いや、まあ、ちなみにうちの幹事長があの AV 見るな運動派ですから。あ、まあ、だから悪影響多いからですよ。そう。だから悪影響、うん、話し出すと長いんで コンパクトに言うと、はいはい、うちの党の幹事長がですね、うん、ナンパ業界で日本1位の男なんですけど、うん、インフルエンサーで、うんうんうん、中星一番ってやつなんですけど、うん、まあ、その彼は結構真面目なやつで、うん、なんか弟子が今100人以上いて、ナンパの指導をやってるんですよ。で本当に、うんうん、で彼はそのネットに頼るなと、街に行って声をかけろっていう、それはいいですね。でもやっぱそれは本当に、うん、なんか全く童貞だったみたいな人が彼のやり方を学んで、うん、本当に彼女できていくんですよ。すごい。だからやっぱりこう人と話すっていう意味 で、うん、でその彼はそのナンパの指導をやりながら、うん、AV は見るなと、それで満足しちゃうから、うん、もうやっぱりちゃんと女性を口説いて、うん、彼女を作った方がいいだろうっていう、うん、まあ、まあまあこれ彼運動としてやってるんですけど、うん、でも世界中にそういう人って、多分そういうインフルエンサー的な人ってやっぱいるんで、うんうん、でもそのセクシー女優に言うのはあれ余談になりますけど、だから中星さんのやつは女の人にお金払ってもらうっていう指導なんですよ。あ、そうなんです。さらにそのナンパしてどうするんですかって言ったら、ヒムになろうっていう。いや、でもあのご存知だよね。こちらの方は常にヒモなんですよ。いや、これすごいと思うんですよ。新しい政治のビジネスモデル確立したんですよ。常にあの女が市議会議員とかしてるんですよ。すごい。今の内縁の女も、今の内縁の女も市議会議員で、その前の奥さんも。そう女を市議会議員にして自分は非モテ政治活動やるっていうのをやってるんですよ。で、議員じゃない、給料ないのに政治活動できてるんですよ。まあ、それはそれ、女を市議会議員にしてそこに住み着くっていう、それに中星君は感銘を受けたって言ったんですよ、幹事長。とんでもない党だな、うちの党。いや、ホストみたいな感じ。いや、実際そうですから、ホスト。とんでもない党。